どうもキミマロです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。こちら iPhone 15シリーズが発売されて1ヶ月以上が経ちました。今回はね、結構入手困難だったので、最近になってやっと iPhone 15シリーズがね、手元に届いたという方も多いんじゃないかなと思います。そんなわけで今日は iPhone 15シリーズが届いたらすぐにやっておくべき設定12個をまとめて紹介していきます。 iPhone を快適に使えるようにする設定だけじゃなくて、プライバシーを保護するために絶対やっておいた方がいい設定なんかもね、ちゃんと紹介していきますので、 iPhone 14以前の機種から iPhone 15シリーズに買い替えた方とか、あと Android 端末から初めて iPhone 15に機種変更されたという方にも参考にしていただける情報になってます。で、今回紹介するのは iPhone 14以前の方でも使える設定がほとんどなので、まだね、14以前の iPhone を使える方もぜひ最後までご覧いただけたらと思います。設定方法も丁寧に解説していきますので、ぜひ一緒にね、設定してみていただけたらと思います。では行ってみましょう。まず最初にバッテリー充電を 80% で止めるという設定をやってきます。バッテリーはね、満充電を毎回続けていると少しずつどうしても劣化していきます。なので、無理に毎回満充電フル充電させないことで、バッテリーが長持ちして、バッテリーが原因で買い替えるということをね、避けることができます。というかね、先送りにすることができますと言ったらいいですかね。そういったね、設定ができますので、設定方法ね、説明していきます。もし夜寝る前に充電して朝から1日使ってもバッテリーが夜にね、切れることがないという方は、この設定をしておくと長期的に見てバッテリーの劣化を防げるので、ぜひね、設定しておきましょう。で、設定方法を説明していきます。まず設定アプリを開きます。で、下の方に行くとバッテリーというメニューがあるので、こちらを開きます。で、バッテリーの状態と充電、こちらをタップします。で、一番下に充電の最適化というのがあるので、こちらを開きます。で、今バッテリー充電の最適化が選択されていますが、これを上限 80% にします。これで OK です。これでバッテリーが 80% までしか充電されなくなりました。ただね、これ完璧ではなくて、何かの条件次第で80数%とかね、充電されちゃうこともあるらしいんですけど、まあ、100% まではいかないようなので、こちらね、設定しておくとバッテリーの劣化が防げるのでおすすめです。ぜひこちら設定してみてください。はい、続いてはバッテリー残量数値の常時表示の設定です。バッテリーがあと何%ぐらい残っているのかね、数値で知りたい方多いと思います。 iPhone は初期設定だとこんな感じで数値が表示されていません。数値で確認できた方が安心感があるという方に、この数字をね、常時表示する設定方法を説明します。まずこちらも設定アプリを開きまして、で、同じくバッテリーを選択します。で、一番上のバッテリー残量括弧パーセンテージというのがありますので、こちらをオンにします。もうこれだけです。これでバッテリー残量を今 60% と出ていますが、数値で確認することができます。こちら6画面でも、6解除したホーム画面でも確認できますので、設定してみてください。はい、続いてもバッテリーに関わる設定です。常に画面をオンにしないという設定です。 iOS16.2 からスリープ状態でも画面がうっすら表示されるような機能が備わりました。はい、今スリープ状態ですけど、こんな感じですね。これ通常のオンの状態だとちょっと明るくなって、スリープ状態だとこれが暗くなります。はい、こんな感じで暗くなったけどうっすら見えてますよね。こういう状態になります。ただこれはね、省電力とはいえ常にバッテリーを消費していることにもなります。僕はね、これせっかくの機能ですが、ずっとオフにしています。実際ね、常に画面がついているとこう机とかに置いておいても、視界にね、その画面が入ってきてしまうので、集中力が欠けるし、画面を見たいときはね、タップすればすぐに見ることができますので、1日の中でスリープ中でも画面を見たい時間ってね、結構限られてると思うんですよね。なので、バッテリー持続時間のことを考えると、こちらはね、オフにした方がいいと思います。こちらの設定方法も説明していきます。こちらも設定アプリを開きまして、画面表示と明るさを選択します。下の方に常に画面をオンというメニューがありますので、これを開いて、常に画面をオン、これをオフにします。これで画面の常時表示はオフになりました。スリープ状態になっていれば画面が真っ暗になるような設定になりました。こちらもね、バッテリー消費が気になる方はぜひ設定しておきましょう。続いてこちらも似たような設定なんですが、手前に傾けてスリープ解除をさせないという設定です。こういう風にスリープ状態の iPhone を起こすと、自動的にスリープが解除された画面が表示されるようになっていますが、これを解除させないようにすることができます。この自動スリープ解除って、手に取ってすぐにね、画面が見れるので、一見便利そうに見える機能なんですが、例えばね、見るつもりがないのに手に取っただけでいちいちスリープ解除されると、その分ね、バッテリーの持続時間にも影響しますし、あとね、画面がこうスリープ状態の真っ暗な画面を使って、ちょっとね、鏡としてこう使いたいとかいう時もね、あると思うんですけど、この時もね、いちいち画面が明るく
くなってしまうと鏡として使えなかったりするので、そうね、シチュエーションによってはいいことばかりじゃなかったりします。なのでこの手前に傾けてスリープ解除する必要がないという方にはこのね設定をおすすめします。こちらも設定方法を説明します。設定アプリを開きまして、同じく画面表示と明るさを開きます。で、下の方の手前に傾けてスリープ解除というのが今オンになっているので、これをオフにします。これで設定完了です。これで手前に傾けるだけでスリープ解除っていうのはされなくなります。電源ボタンを押すか画面をタップすればスリープ解除はできますので、この方が使いやすいしバッテリーの持ちも良くなりますのでおすすめです。続いてはカメラの設定を紹介していきます。 iPhone 15シリーズはカメラもかなり高性能になってきましたが、ちゃんと設定をしておかないとこの性能を最大限に楽しめなくなりますので、カメラの設定もちゃんとしておきましょう。まず iPhone 15シリーズで写真を4800万画素で撮るための設定を紹介します。 iPhone 15の売りでもあるこのね画素数ですが、これ実はデフォルト設定だと4800万画素では撮れなくなってます。なので一番綺麗な4800万画素で撮れるようにする設定を今からね説明します。こちらも設定アプリを開いて、下の方に、結構下の方なんですけど、カメラというのがあります。このカメラを選択します。続いてフォーマットを開きます。で、このプロロート解像度コントロール、こちらが今オフになっているのでこれをオンにします。で、この設定にしてカメラを開くと、右上にですね、ヒーフ最大というところに斜線が入っているアイコンが見えると思うんですけど、これをタップすることで斜線を解除して、これでね最大に4800万画素でヒーフで撮影することができます。ただこのねヒーフは Apple 製品の中のね互換性というのは非常に高いんですけど、他のデバイスとかに送るときに互換性がねないものもあったりするので、先ほどの設定のフォーマット画面にもう一回戻ります。一番上にカメラ撮影で高効率互換性優先というのがありますので、これをね下の互換性優先に変えます。こうすることで下のねプロデフォルトのところが今 JPEG 最大に切り替わったんですけど、これで JPEG で撮影することができます。もちろんカメラ開いてみると、こういう感じで右上に JPEG 最大というのがアクティブになりました。これで写真のプロパティを見てみると、4800万画素の JPEG で撮影することができました。 JPEG の方がね互換性は高いので、僕はねこれ JPEG にしています。ちなみにこの JPEG 最大というところ、ここを長押しするとこうねメニューがここから開くこともできます。それで JPEG 最大だったり、あとローで撮りたい場合はローとかで、ロー最大ですね、ロー最大にすると4800万画素のローで撮影することができます。ローで撮っておいて、後でライトルームとか現像ソフトで色を乗せたいという方はね、ここからローをね選択することもできます。このカメラ設定しておかないと、せっかくの iPhone 15 Pro なのに4800万画素で撮影できないので、ここはねチェックしてみてください。続いてもカメラの設定ですが、よく使うレンズの固定という設定をしていきます。 iPhone 15 Pro シリーズはこの標準レンズのこの光学1倍というところ、ここをですねタップすると、こういう風に 24mm、28mm、35mm とね3つのレンズを切り替えることができます。この光学1倍のところで3つのレンズを切り替えることができます。例えば 35mm で撮るのが画角的には一番好みという方が、毎回ね 35mm に設定し直すや、こう2回タップしてね 35mm に設定し直すっていうのはね結構面倒だと思いますので、このカメラを立ち上げた時に選択されるレンズっていうのをね固定することができます。こちらもね設定方法を説明していきます。設定アプリからこちらもカメラを選択します。で、下の方にメインカメラという設定がありますので、これを開きます。で、今 24mm をデフォルトにするになっていますが、ここでね 35mm をデフォルトにする、これにすることでカメラを立ち上げた時に、もうこれ今 35mm からスタートするようになりました。このようにカメラアプリを開いた時の焦点距離を固定することができます。こちらも 28mm とか 35mm のレンズをよく使う方はね設定しておくことをお勧めします。続いてコントロール関連の設定もいくつか紹介していきましょう。まずはアクションボタンのカスタマイズから紹介していきます。 iPhone 15 Pro シリーズに新たに搭載されたこのアクションボタン、このね側面の一番上にあるこのボタンですね、これがアクションボタンなんですけど、ここにはね以前はショーンモードにする切り替えスイッチがありましたが、これがこういう風にねボタンになりました。デフォルトではそのショーンボタンになってますが、ここにね様々なアクションを割り当てることができます。これはもうね iPhone 15 シリーズの発表時から話題になっていたので、もう皆さんご存知だとは思いますが、ここにショートカットを設定しておくといろいろ便利になりますので、今回はその設定方法を説明します。こちらも設定アプリを開きまして、アクションボタンを選択します。最初ショーンモードが設定されてるんですけど、この UI かっこいいですよね。これでこういう風にスライドさせていくと、いろんなメニューを選ぶことができるんですが、
ここにですね、このショートカット、このショートカットを設定しておくと結構ね便利だと思います。僕はここにですね、ショートカットで作成した Wi-Fi 強制オフというコマンドを割り当てています。これどういう設定かというと、このコントロールセンターから見てみると、 Wi-Fi の設定って今 Wi-Fi につながってるので青いアイコンになってると思うんですけど、これタップすると Wi-Fi を切った状態、解除した状態で、白地にグレーのアンテナアイコンといった形でこういう風にねオフ状態になります。ただこの状態でも屋外とか歩いてると Wi-Fi をね拾っちゃうことあるじゃないですか。繋がりそうに見えて実際は繋がれないような Wi-Fi って結構ね街にあると思うんですけど、ああいう繋がりそうで繋がれないような Wi-Fi っていうのを完全に遮断するというかね、 Wi-Fi 機能自体を一時的に完全にオフにするコマンドっていうのを僕は設定しています。これをショートカットで作ってそれをね割り当てています。このショートカットの作り方も簡単なんでね今説明しちゃいます。まずショートカットアプリを開きます。で右上のプラスボタンを押します。ここでアクションを追加で Wi-Fi と選択すると Wi-Fi を設定というのが一番上に出てくるので、このスクリプティングを選択します。で Wi-Fi をオンに変更ってなってますので、このオンのところをタップしてオフにします。これであとはこのショートカット名とか、ここに Wi-Fi オフとかこういう風に設定して、あとアイコンなんかねいろいろ設定して完了で完了。こうすることで今左上に Wi-Fi オフというショートカットが作られました。で先ほどのアクションボタン設定画面に戻って、ショートカットから今作った Wi-Fi オフというこれを選択すると、今これ Wi-Fi オンの状態ですけど、アクションボタンを長押しするとWi-Fi アイコンが完全にグレーアウトして、電波のアイコンにスラッシュ、こう斜線がね入った状態のアイコンになりました。これで街に出た時に拾いたくない Wi-Fi を勝手に拾っちゃって通信がね途絶えたりっていうことがなくなります。この強制 Wi-Fi オフボタンはね、アクションボタンに設定しておくとね結構便利なので、ぜひやってみてください。これね、もちろんアクションボタンが付いていない機種を持っている方もショートカットを作って、これをウィジェットに設定しておいて、それをタップすれば強制 Wi-Fi オフにするとかもできますので、ぜひやってみてください。続いてもコントロール関連ですが、背面タップでコントロールセンターを呼び出すという方法を紹介します。 iPhone 15 Pro Max とか使ってる方はね、結構端末がこう大きいので、片手で画面内全部をねコントロールするって結構難しいと思います。で特にねコントロールセンターっていうのは右上からこうスライドさせないと出てこない画面なので、これを片手で呼び出すというのは、ね、結構難しいと思います。そんな指が届きにくいコントロールセンターを背面を2回タップすることで呼び出す方法っていうのがありますので、こちらの設定を説明します。はい、こちらも設定アプリを開きまして、アクセシビリティを開きます。続いてここのタッチを開きます。一番下にですね、背面タップというのがあるので、これを開きます。こうするとダブルタップした時のアクションとトリプルタップした時のアクションというのを設定することができます。これを開くとね、いろんなシステムから呼び出したりアプリを開いたりができるんですけど、ここで僕はねコントロールセンターを設定しています。これを設定しているので、背面を2回叩くとコントロールセンターが呼び出されるようになっています。で同じようにトリプルタップで開くメニューっていうのも、ね、設定することができます。ここもね同じようにシステムとかアプリが並んでるんですけど、ここで僕はねこの下の方の設定というのをね選択しています。設定を選択しているので、ここで3回タップするとこういう風に設定アプリを開くことができます。結構ね設定アプリ使用頻度もね意外と高かったりするので、僕はねここに設定しておくことでかなりね便利に使えています。もちろんよく普段からねよく使うアプリっていうのをここに設定しておくこともできますので、お好みのメニュー設定をしてみてください。この背面タップもね便利なのでぜひ設定しておきましょう。あとこのねアクセシビリティの中から触覚タッチの高速化もねやっておくといいと思います。例えばホーム画面とかでアプリアイコンを長押しした時にアプリのショートカットメニューがいろいろ出てくるんですけど、このメニューをポップアップするまでの押してる時間、今これぐらいのスピードで開くんですけど、これを短縮することができます。でこちらの設定方法も説明していきます。設定アプリを開きまして、アクセシビリティの中からこちらもねタッチを選びます。そうすると上から3つ目に触覚タッチというのがあります。これを開きます。ここでねタッチの継続時間のテストもできますが、今はこれぐらいのスピードで開きます。これを速いが選べるようになってますので、速いにします。そうすると速いですよね。これぐらいのスピードで開くことができます。デフォルトだとこれぐらいなのが、速いだとこれぐらい。これ速くしてね困ることないと思いますので、速い方に設定しておくことをおすすめします。これ設定しておくとねかなり快適になると思いますので、おすすめです。
続いてロック画面のカスタマイズを紹介していきます。 iPhone 14 からロック画面のカスタマイズができるようになりましたが、こちらねまだ活用されてない方もいるんじゃないかなと思いますので、こちらのね説明をしてみます。ロック画面をカスタマイズしておくと使いたいアプリをすぐに呼び出せるのでおすすめです。僕はこういう感じでホーム画面にスイッチボットとペイペイ、あと天気とカレンダー、この4つのアプリが呼び出せるように設定しています。ペイペイとかね、いざ支払おうってなった時にロックを解除してアプリを探して開いてってやらなきゃいけないんですけども、これだったらねフェイス ID とかを設定しておけばロック画面からアイコンを押せばすぐにねペイペイの支払い画面が立ち上がります。こちらもね設定方法を説明します。設定方法はこのようにロック画面を開いてこれを長押しします。そうするとこういう風にロック画面をね選択することができるので、このねカスタマイズを押します。そうするとロック画面とホーム画面の壁紙だったりを設定することができるんですが、これでねロック画面の方を開きます。で上にねこうカレンダーとか時間とか選択できるんですが、ここの3段目のところ、ここにねアプリが今4つ並んでると思いますが、ここのね編集ができます。でこういう風にタップするとここにねアプリを下から選んでね入れることができます。まあ、他にもウィジェット入れたりとかできるんですけど、ここにねアプリを設定しておくことでこのアプリをねホーム画面からショートカットで呼び出すことができるようになります。でめちゃめちゃ簡単ですよね。こんな感じでこのね下の方のウィジェットリストからアプリもねこういう風に並んでいて設定することができるんですが、このね一番左のスイッチボット、これはですねこのねウィジェット一覧にないんですよね。対応していないみたいなので、この一番左のスイッチボットだけはランチャーというアプリで設定しています。はい、このねランチャーというアプリがありますね。このランチャーというアプリで呼び出すように設定しています。このランチャーアプリのこちらの設定方法も説明します。まずランチャーアプリを開きまして、このロック画面ウィジェットというところで新規追加を押します。でこの中からアプリランチャーを開きます。ここで呼び出したいアプリを見つけて選択で、あとはまあアイコンの見え方の設定とかもできるんですけど、これで右上のチェックボックス、これを押すことでロック画面ウィジェットのところにスイッチボットのショートカットを作ることができました。これを先ほどのロック画面のカスタマイズで設定しているということですね。こんな感じでロック画面のカスタマイズで置いておけば、ロック画面からすぐにね立ち上げたいアプリを立ち上げることができます。こちらもねぜひ使ってみてください。最後にプライバシー関連の設定も紹介しておきましょう。まず名前がバレないようにする設定というのをやっておきます。この iPhone の名前を設定することができるんですけども、初期設定では Apple ID の名前がそのまま引き継がれてしまったりしていますので、 Apple ID は本名で登録している方も多いんじゃないかと思うんですけど、このね iPhone の本体名っていうのは AirDrop を使った時とか、あとテザリングをしてね他社からネットワークにアクセスしてもらった時とかに本名がね丸出しになってしまうことがあります。なのでこの本名を晒したくないという方は iPhone の、ね、名前を書き換えておきましょう。こちら設定方法を説明します。設定アプリを開いて一般から一番上の情報を選択します。一番上の名前のところに今君まろと入ってますが、ここを書き換えておきます。はい、もうこれだけです。これで iPhone の本体の名前が書き換えられました。他の端末からこの端末の名前を見た時にここのねこたつというのが表示されるようになっています。はい、こんな感じで書き換えられますので、ぜひやってみてください。続いて写真とかの共有時の誤爆を防ぐ設定をやっていきます。写真とかファイルとか URL なんかを自分の MacBook に AirDrop で送りたいとかいう時とかに共有ボタンを押すと、一番上の段に最近やり取りした SNS アカウントとかが候補で表示されます。もしこれ間違って押しちゃうと意図しない人に写真を送るとかになっちゃうので、そういった誤爆を避けるためにこのリスト自体を非表示にすることができます。こちらの設定を紹介していきます。設定アプリから Siri と検索を選択します。でこの下の方に共有中に表示というのがありますので、これをオフにします。こうすることで写真とかを共有しようと思った時に、先ほど出ていた SNS アカウント一覧とかっていうのがね表示されなくなりました。これで誤爆を避けられると思います。ぜひやってみてください。はい、そういったわけで今日は iPhone 15を購入したらすぐにやるべき設定を紹介してみました。もし皆さんもおすすめの設定などねありましたら、コメントで教えていただけたら嬉しいです。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンをお願いいたします。よろしければねチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。あとベルマークも押しておいていただけたらもっと嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。